はい、皆様お久しぶりです。神戸メイクアップマイスター結城ルミ子です。今日もよろしくお願いいたします。さあ、100回目動画作成からちょっとね、間が空いてしまったんですけれども、私10月末からちょっと1月にかけて、高千穂峡に行ってきました。私去年からね、本当とってもとっても行きたいね、場所でしたね。あの、日本内の旅行って、本当久しぶりだったんですね。なんか海外行ってるイメージが多いですよね、私ね。若いうちは海外行こうと思ってて、たんですけれども、もう高千穂はね、もうここ最近もすごく呼ばれてる感がね、あったのでね、行ってきました。もう高千穂、やっぱりね、八百万の神々たくさんいらっしゃるなっていう感じはね、すごくしましたね。まあ、私ね、見えるとかっていうわけではないんですけれども、なんかそういう感っていうのはね、あると思ってるんですけれども、まあ、初日熊本まで新幹線まで行って、そこからガイドさんのね、現地のね、バスガイドさん、あと添乗員さんと、ツアーだったんでね、25組ぐらいいらっしゃったのかな。もうほとんどね、もうリタイアされたご夫婦の方が非常に多かったんですけれども、まあ多分私が一番若かったと思います。私は友人と2人でいてたんですけれども、どん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 こう熊本とね、宮崎の県境にあるね、山奥に入っていくんですけれども、まあ、初日はね、天の岩戸ですね、本当有名な天照大御神様がお隠れになった場所の神社に行くんですけれども、もう日が暮れるのが早いんですよね、盆地なんでね、到着がちょっと遅れちゃったんで4時ぐらいに入ったんですけれども、まあ神主さんもね、待っていただいて、天の岩戸をね、参拝する前はね、必ずお祓いをしなくちゃいけないんですよ。そう、お祓いを受けてから、お隠れになった、場所に行くんですけれども、もうもちろんね、撮影禁止もあるんですけれども、でまたすごくね、遠いんですよ。で誰一人入ることができない場所になっててね、いやー、なんかすごい神秘的でしたね。私ね、バス降りる、もうね、あ、神社見えてきたっていう段階で、久しぶりに感じましたね。足の裏からダダ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 ーとね、もう来るんですよ。この感覚久しぶりなんですよ。伊勢神宮以来かな。あ、やっぱりすごい場所だなっていうのをね、感じましたね。で、その後ね、天の、神様たちが開業された場所っていうね、河原のところですよね。天の安河原かな。うん。天の安河原。もうね、誰が降りたかわからないけど、こう、よくテレビでも出てますよね。石をね、こう山にして、願いを叶うという場所なんですけれども、ポンとね、洞窟の正面に鳥居がありまして、そちらの方にその後もう行ったんですけれども、もう日はどんどん暮れて、もう本当に暗くなってて、ちょっと足元がこう気をつけながら行かなくちゃいけなかったんですけれども、ここもすごかったです。私今回200枚ぐらいね、写真撮ってるんですけれども、スマホで撮った写真はなかったんですけれども、デジカメで撮った写真もオーブだらけなんです。インスタからね、私アメブロにね、アップしてるので、まだ見てもらったらよいかと思うんですけれども、もうそれはほんの一部なので、一番多分河原をなんかこうふっと持ってシャッターを切ったんですね。もういっぱい神様が飛んでらっしゃいました。いやー、まあもうね、私ね、神様の話をし出すとね、キリがないので、まあほどほどにしていきたいと思うんですけれども、もう高千穂峡もね、本当に紫、ピンク、赤、もうたくさんのね、光あふれる、こうね、その土地のエネルギーっていうのがね、本当にありました。ぜひね、皆さん、なんかね、あ、ちょっと見てみたいなと思ったら、ぜひ、九州の方にね、橋を運んでみてください。いや、素晴らしい土地でした。
はい。で、その帰りはね、ちょっと宇佐神社っていうね、全国の八幡神社の総本山という場所にも行ってきたんですけれども、私はね、ここにお祀されてるね、宗像の三女神ってね、三人の姫様がおられるんですね。私ね、この姫様にもね、ずっと呼ばれてるのでね、近いうちにね、宗像三女神のいらっしゃるね、宗像大社。これは、ここらから、博多からすぐかな。はい。そこもね、行きたいなというふうに次回思っておりますけれども、はい、ごめんなさい。語り出したら止まらなくなっちゃうのね。さあ、101回目に向けてのテーマはね、私ね、10月実はね、このテーマでずっと撮ってたんですよ。で、その後ちょっと忙しくなっちゃって、ちょっと撮り直ししたいなと思いながら、全然撮り直しができなくって、もう11月に入ってしまいましたけれども。はい。それは何かと言いますと、下地なんですね。化粧、下地についてやっていきたいなと思ったんですね。まあ、最近はね、化粧下地というより、まあ、プライマーというかね、まあ、色、カラーコントロールっていう言い方がちょっとメジャーになってきつつあるかなというふうに思います。まあ、化粧下地って最近もう、BB とか CC とかね、もう、まあ、時短というのもあって、下地なしのファンデーションが多数出てるので、あまり下地っていうのがね、ちょっと減ってきたかなっていう感じがしますね。はい。で、プライマーなんですけれども、やっぱり、やっぱり色のコントロールをね、やっぱり中高年になったらした方がいいんじゃないかなっていうので、今日はちょっと取り上げてみました。はい。コントロールカラーね、いろいろな色がありますよね。こういうピンクがあったり、イエローがあったり、あと、まあ、無難なこのベージュがあったり、またこの白っぽいタイプがあったり、でグリーンっていうのもありますよね。ちょっと今手持ちにグリーンがないんですけれども、はい。私はね、このエクセルのね、サナのね、この下地がね、すごくね、好きなんですよ。もうほとんどないんですけれども、はい。ピンクが一番こう発色もよくしてくれるし、くすみも飛ばしてくるので一番いいんじゃないかなっていうふうに思います。ただその、ちょっとね、オークル系が強い方なんかはやっぱりこういうイエローであったりとか、イエローとかベージュですね、ベージュ系をね入れられた方がいいかなっていうふうに思います。以前はグリーンのコントロール、赤ら川の方はグリーンのコントロールカラーっていう風に、歌われてた時代があったと思うんですけれども、それはなぜかというと補色なんですね。赤の補色がグリーンになるので、グリーンのコントロールカラーっていう風に言われてはいたんですけれども、それをちょっと顔全体に塗ってしまうと非常に顔が悪くなるんですね。私非常に赤ら顔だって、30代ぐらいそのグリーンをつけてたんですけど、まあね、顔色が非常に悪くなってましたね。で、グリーンを使う時ってこういう小鼻にちょっとね、赤みがちょっとある方、そういう方だけこうグリーンをちょっとのせる感じがいいんじゃないかなっていうふうに思います。8月にソウルに行った時に、あれはどこのメーカーだったかな、もうグリーンとピンクとベージュをね、そのパーツごとに分けて塗るっていうタイプのコントローラーカラーがこう出てたんですけれども、まあそれもめんどくさいですよね。はい。ですので、私はね、この今一番よく使ってるこのピンクのエクセルのこのピンクを割とこの、一番面積の広い部分、まあ、特にこの目の下のあたりを明るくするために、差し込んで入れてるっていう感じにしています。で、先日、アテニア、私アテニアいつもね好きですよね。アテニアの、スキンレタッチャー。これがね、非常にね、光を反射するっていうので、綺麗にできるっていうのでね、買ってきたんですね。すごい人気ということね。結構白いんですよね。結構白い。
だからね、結構ね、少量でね、しっかり伸ばすと結構白くなりますよね。はい。ですので、私はこれちょっと全体にはね、あんまり乗らないですね。はい。たまにこの色を使うんですけれども、やっぱりちょっと自分の肌には、ベースはピンクがいいかなという、感じはしています。皆さんのね、肌色っていうのはそれぞれ、違うのでね、どのコントロールカラーが一番自分の肌にしっくりくるかなっていうのをね、見つけ出すと、より、ツヤ感のある綺麗な肌ができるかと思いますけれども、はい。今日はね、下地についてやってきましたけれども、いかがでしたでしょうか。はい。次回ね、また頑張って動画作成していきたいと思います。今日も見ていただきまして本当にありがとうございました。またお会いいたしましょう。さようなら。